暴走族にはねられた少年の恨みがセブンの人形を実体化させた。セブンは街を破壊しながら暴走族を追う。ユリアンが少年を説得している間、妄想セブンを食い止め街を守るのだ。説得で少年の怒りが弱まり、妄想セブンのパワーが弱まった。成功。